皆様こんにちは。まだゴールデンウィーク中なので車も多くドライブや旅に出るのは控えています。今日は昼から近くの観光地駐車場に来てみました。シーズンオフの観光地なので駐車場も空いてると思って来てみましたが、結構混んでいました。ここへ来た目的は読書です。市の図書館でお借りした本を持ってきました。今は市の図書館に読みたい本があるのかスマホで確認できるので便利です。皆さんは自分好みの本を探すときどんな方法を取られているでしょうか。昔は本屋さんで立ち読みして自分好みの本を買っていましたが、今はネットで注文するので、その本が自分が読みたい本なのかを確認することが難しいと感じます。読書家のブログで自分好みの本を探してもみましたが、なかなか見つけられませんでした。そこで最近はチャット GPT を頼っていました。例えば、アジアを旅するようなスパイ小説を教えてと入力すると、ジョセフ・カンや河村元気、デスモンド・バックリーや菊池寛などの本を教えてくれました。この方法だと時間をかけずに探せますが、それでも買ってみないと当たりか外れかはわかりません。図書館の本を読んで自分好みの作家を見つける方法は立ち読みに近いですが、図書館に行って本を探すのが面倒なので、スマホで探して借りてきました。前置きが長くなりましたが、今回は旅で使うスマホをテーマにしてみました。皆様は車旅をするとき、車載ナビとスマホナビ、どちらをお使いでしょうか。今日は私が定年退職後の旅で使ってきたスマホナビの活用法を紹介します。私が一番よく使ってきたアプリは Google マップナビです。ちなみに私のスマホは初期の Xperia 5で、通信プランは ahamo です。使えるデータ量は月に20ギガです。ドライブ中に Google マップナビと音楽アプリの Spotify を同時に使用していますが、これまで20ギガを使い切ったことはありません。それどころか半分の10ギガを使うことも稀です。一度ギリギリまで使ったのは車中泊中に無料の映画アプリを使った時だけです。それ以降 Wi-Fi 環境のないところで映画アプリを使うのはやめました。車中泊旅を始めた頃、スマホナビを使って失敗したこともあります。ナビ任せに走っていたのに四国の山中で道に迷ったことがあります。どこかの Y 字路で道を間違ったようでした。そしてそこで取った行動が失敗だったと後で気づきました。目的地の入力が間違っていたんだと思って車を止めて入力し直そうとしたんですが、そこは通信電波が届かない山中だったので、ルート検索ができませんでした。そんな時に限って車載ナビも不調で、それどころか最初に検索していたルートも消えてしまい、ナビを使うことができなくなりました。GPS はナビと別の機能なので、自分の位置情報だけは分かり、大きな道まで出ることができました。それ以降、特に峠道では目的地に到着するまでナビ入力を変更しないようにしています。たまにオフラインで Google マップナビを使うことがあります。オフラインとはスマホがインターネットとつながっていない状態のことです。通信電波の届かないところでナビが使えるので安心です。家の Wi-Fi 環境下で目的地付近のオフラインマップをダウンロードして使います。知らない山を歩くときや県外の山中をドライブするときなどです。海外に行くときもよくオフラインマップを使いました。使ったことがない方のために準備段階から私のスマホで使い方を説明します。準備は家の Wi-Fi 環境下で行います。私の Android の場合ですが、まず Google マップを立ち上げて右上の自分のアイコンをタップします。そしてオフラインマップをタップします。自分の地図を選択をタップして目的地を表示し、ダウンロードをタップします。ダウンロードして準備ができ、現場で使うときは、同じように Google マップを立ち上げたら、右上のアイコンをタップしてオフラインマップをタップします。そしてあらかじめダウンロードした地図をタップし、その地図をタップします。地図が表示されたら目的地をタップして経路をタップします。
この時日本では徒歩経路は検索されず、車移動での経路に限られます。ちなみに海外では徒歩や公共交通機関でもルート検索が可能です。そのため海外旅でこのオフラインマップは特におすすめです。私は通信電波の届かない山の中に入ることも多く、基本一人旅なので、もしもの時の頼りになる相棒としてこのようなスマホの使い方に慣れておく習慣付けをしています。ナビ設定の仕方も簡単です。同じように Google マップを立ち上げます。そして右上のアイコンをタップして設定をタップします。スクロールしてナビの設定をタップし、スクロールすると経路オプションがあるので、高速道路を使わない、有料道路を使わない、フェリーを利用しない、いずれかをタップしてオンにします。私は有料道路を使わないをオンにしているので、無料の高速道路へは誘導してくれますが、有料の高速道路へ誘導されたことはこれまでありません。何も設定しなければ時間優先で経路表示されるようです。10年以上前にスマホナビを使った時は熱を持ってフリーズしたり、 GPS の受信不良などで車載ナビの方がよほど使い勝手が良かった記憶があります。私の車は古いので最近の車載ナビの進化は分かりませんが、最近はスマホナビだけに頼っているので車載ナビの必要性を感じなくなっています。そこで車載ナビは広域表示にしてアバウトな位置情報を知るためだけに使っています。年齢を重ねるごとに新しいことを覚える好奇心も薄れていくように感じていますが、私の場合はスマホより生活での IT 環境に不慣れで戸惑うことが増えています。数年前セルフレジが出始めた頃、支払いをせずに商品を持って帰ってしまったことがあります。用事を済ませた帰り道に妻から頼まれていた食材を買いにスーパーに寄りました。チャージカードを預かっていたのでレジで見せて、それで支払いは終わったと勘違いしていたのです。レシートがないことに気づいた妻が電話をして支払いだけのために20キロ離れたスーパーに出向くことになりました。最近近くのスーパーでもスマホレジを導入したようなので、早いうちに慣れておこうと思っています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。